はい、どうも、風間ゆうりと申します。雨宿バス停留所、続きをやっていきましょう。では、図書室に入ってまいりました。難しい本がいっぱい。とある異国の路地裏で、喫茶店を経営する二人の少女のお話が置いてある。二人の少女？何のお話だろうね。あ、裏側は何もないんだね。死後の世界。上巻。一般的に死んだ人間は成仏して、あの世という概念の場所へ行くと信じられている。信じられているというよりかは、ただ漠然とそう理解されているという方が適切か。しかし、単純に死んだからといって、誰もが受動的に、成仏できるとは考えにくい。私は、あの世へ行くにも、各土地の風習に沿った手順のようなものが存在するのではないかと考える。何の音？めっちゃ揺れたけど。何があった？ああ、怖い。あ、キラキラしてる。なんかアイテムがある。え？人が倒れてる。校長先生の趣味で幕末物の小説がたくさん置いてある。幕末の時の？え、これ何？何かに使えるかな。水筒を手に入れた。ああ、さっきからなんか水筒いっぱいくれるな。セーブしといた方がいいかな、じゃあ。じゃあ、ここにセーブしとこう。で、これは読める。真夜中に屋上の模様のついたタイルに立って、しばらく待つと何かが起こるらしい。模様のついたタイルに立つ。ほうほう。とは言っても、この噂も夜間の学校は立ち入り禁止のため確かめようがない。図書院、雨宮しずく。雨宮しずく。大事な名前かな。雨宮しずく。覚えとこう。まあ、私の場合、覚えとこうって言ってすぐ忘れるんだけどね。図書室では静かにしましょう。はい。あとなんかあるかな？人が倒れてるよ。ちなみにこっちの扉は？鍵かかってるかな？かかってるね。かかってるようだ。ってことは入れないんだな。ひどい怪我。一体何があったんですか？ああ、前々回に出てきたお姉さんじゃん。あ、あいつ、一体何者なんだ。あんな姿した人間いるわけない。私は夢でも見てるのか。とにかく、早く手当てしないと。どこかに消毒液とお包帯は。やめろ。私に構わないで。さっさと消えろ。お前みたいなガキに助けられる覚えはないんだよ。そんなに歳変わんないんじゃないの？こんな時に何言って。とにかくここで待っててください。今手当てに使えそうな消毒液と包帯を探してきますから。なんでこんな頑なに、消毒しないと。拒むんだろうね。あの姉ちゃんは。包帯と消毒液？保健室ってどこにあんだろう。見当たんないよな。なにこれ？なにこれ？は？ちょっと待って。は？なにこれ？なに？なに？え、バグ？バグじゃないよね。は？ね、え、え、ずっと、ずっとついてくる。なに？なに？ ああ、消毒液。ちょっとお借りします。お借りしましょう。は？なに？え、これは、いいやつなの？悪いやつなの？どっちなの？ああ、テンパって入っちゃった。
包帯、包帯も必要？包帯、包帯はあるか？消毒液だけで大丈夫か？怖っ。え、何？ちょっとお借りします。包帯？包帯を手に入れた。よし、わかった。行こうか、じゃあ。何何何？お前何？お前何？どこまでついてくんの？いや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 、怖い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 。何？お前何よ？ちょっと、トイレに置いてきたい。トイレに流したい。やだー、何こいつー。あ、BGM か。あー、消えた。外出ると一緒にいる。これさ、コバトちゃんの化身じゃないよね。コバトちゃんの本来の姿とかだったりしないよね。はあ、もう千歳ちゃんも気づいてないのかな？まずは消毒しないと。ああ、傷口の消毒をした。いってえな。ごめんな。我慢してくれ。出血箇所に包帯を巻いた。はあ、とりあえずこれで大丈夫です。あとは動けるようになるまで、ここでしばらく安静にしててください。ち、余計なことしやがって。お前みたいな言いこぶったやつ、私嫌いなんで。何と言われても、私、困っている人を放っておけませんから。それにしても、一体、誰にこんなことされたんですか？わかんねえよ。あんな化け物。見たことも聞いたこともない。化け物？やっぱり、この学校何かいるんだ。さあ、これで満足だろ。さっさとどっか消えてくれ。え、でも一人にしたら、また何かに襲われたとき。いいから、何度も言わせるなって。わかりました。そんなに言うなら、行きます。いつまでそこにいんだ。さっさとどっか行けよ。ああ、もう、拒まれたな。あの人心配だけど、ここにいても煙たがられるだけだし、とりあえず図書室を出よう。うわあ、なんかのフラグに聞こえる。めっちゃ怖いんですけど。もうなんもないかな。あ、いなくなってる。あ、猫さん。あ、さっきの黒猫さん。ねえ、ずっと一緒にいて。学校にいるときずっと一緒にいて。まったく、お主もとんだお人よしじゃな。あれだけ自分に冷たく当たってくるやつを、必死に手当てしてやるなんて。だって、ほっとけないよ。あんな大怪我してるんだもん。それにあの人、口ではああ言っても、根はいい人なんだって思う。他人思いなのは結構なことじゃが、あまり他人の人生に深入りするな。お主には、何か他のものにはない、不思議な力を感じるからね。不思議な力？とにかくここから出たいのなら、今まで行った場所をもう一度探索してみる。最初に回った時にはなかった何かが見つかるかもしれんからね。あー、猫さん一緒にいてよ。置いてかないで。何者なんだろう、あの黒猫さん。うわー、行っちゃったよ。もう、こういう脅かし方よくあるよね。怖いんだからね。何？人の手形？お姉さん、お姉さん、一緒にいませんか？あー、お姉さん、冷たい。でも絶対、後々、いいキャラになりそうな気がする。いざなわれてる？あとはトイレか？別にここに何かあるわけじゃないか。一度行った部屋をもう一度調べる。理科室はまだ用があるのかな？
ていうかさっき出てきた、なんか、くっついてきたお化けは出てこないね。もう理科室は結構調べちゃったから、何にもないかな。うん。理科室だけ音楽消えるの怖いよな。とりあえず、用があるのはあと1階か。あー、間違えた。1階行って、どうしよっかな。トイレ?まだいるよね。でも鍵は持ってない。から、どっかに鍵があんのかね。光ってる場所。なさそうだな。いやーこっち側もなんかいたんだよな。行きたくないんだよな。1の1。あーるー。かわいいって言ってる千歳ちゃんがかわいい。でもどうしてこんなところに熊のぬいぐるみが。熊のぬいぐるみから血が。なんか飛んでる。鳥?鳥は好きだよ。は?暗くてよく見えなかったけど、今、頭の上を何かが通ったような。ね。なんだったんだろう。なんで熊のぬいぐるみから血が。何この、イベント。持っていけるわけでもないし、中に何か入ってるわけでもないし。鳥が飛んでった。なんか意味があるかな?まあ、意味ないことはないと思うけど。人形さんはずっとここにいるね。あとなんだろう。ああ、お姉さんいなくなってる。あ、ここの資料が調べられるってこと?あ、そんなことないか。お姉さんいなくなってる。こっちに逃げたわけじゃないか。どこ行ったんだろう。こっち入れないしな。お姉さん一人でどこ行っちゃったんだろう。大丈夫かな。でもな、これに気づいても。あとどこに変化があるんだ。ん?ん?って、そんなのんきな。足跡。ビチップ思わずちょっとゲームウィンドウで閉じちゃったよキャー!さっきのやつか、さっきのやつか、誰か助けて。お、ほら、何ぼーっとしてんだ、さっさと逃げるぞ。助けてくれたー。めっちゃ優しい。どうして私を助けてくれたんですか?どうしてって。気持ち悪いだろ。助けられっぱなしじゃ。それにしても、化け物だけじゃなく、あんな怪物まで出てくるなんて。私、友達を探してるんですが、もしよければ、一緒に探してくれませんか?入り口の扉は開かないし、もしかしたら、彼女何か知ってるかも。しょうがねえな。他に手がかりもないし、探してやるよ。私も、まだ家に帰ってこない妹を探しに、ここに来たわけだし。あ、そうなんだね。本当ですか?やったー!それじゃあ、私の友達と妹さん、一緒に探しましょう。あれでも、千歳ちゃんはさ、この人が、
シーコちゃんのお姉さんって知ってるんだよね。アカネだよ。立花アカネ。よろしくお願いします。アカネさん。アカネさん、よろしく。おー、かわいいな。二人ともかわいいわ。やっぱさ、そんなに年離れてないでしょ。お前みたいなガキに救われたくねえって言われたけど。助けられたくないって。そんなことないでしょ。あー、通り過ぎちゃった。アカネさん、ちょっと、テディベア、クマのぬいぐるみどう思います?これ。どう思います?何にもなかった。これさ、妹さん探しますって言ったけど、その妹がどうなったかさ、知ってるでしょ、千歳ちゃん。まあ、ここで言うべきじゃないけど、焦りすぎて忘れちゃったのかな。あかねさんってシーコちゃんのお姉さんって言ってなかったっけ?あ、プリント。開けて閉めて。トイレの話?開けて閉めて。え?誰かいるの?どこの便所だ?どこで流したんだ?開けて閉めて。あ、便座か。便座の話か。どこだろう?どの便座?開けて閉めて。あ、違うな。開けて閉めて。こういうことか。ん?ん?なんだ?何の音だ?どうした?あ!何かに使えるかな?何これ?ピッケル!そんな危ないもん持ってくの?大丈夫か?ピッケル。とりあえず拾っちゃったけど、このピッケル使い道あるのかな?また何か襲ってきたら、そいつで返り討ちにしちゃえよ。私そんな勇気ないですよ。まあ、使い道は他にもあるだろう。何か邪魔なものを壊すとかさ。邪魔なものか。なるほど。おい、間違っても私には振り下ろすなよ。あ、当たり前じゃないですか。なんか、仲良くなったな。やっぱ助け合うのって大事だな。邪魔なもの。なんだろう。まさか。違うか。よかった。びっくりした。いや、日本人形をさ、切り刻むのかなって思っちゃったけど、違うよね。ああ、よかったー。すんごい怖いこと考えちゃった。っていうか、もう、あの鳥の化け物は出てこないのかな?窓割ってたけど。破片を踏んじゃったら大変だから気をつけて歩こう。そうだね。この足跡は誰の足跡だったんだろう。鳥の足跡じゃないしな。あとなんだっけな。邪魔なもの。あの椅子とか、椅子たち。あ、それか、トイレの鍵?怖っ!千歳ちゃんが一番怖えよ。扉が壊れたじゃないよ。壊したんでしょ?誰君。大丈夫?ガクブルだけど。お前、こんなところで何やってんだ?おー、いじめっ子へ。あ、
シーコちゃんじゃなくてエイコちゃんのお姉さんだったのか。お姉ちゃん、それにふるさとさん。そっか、だから生きてるって。そっかそっかそっか、私が勘違いしてたんだな。ん？お前、こいつと知り合いなのか？うん。同じクラスで。私がいつもいじめてる子。じゃあ、こいつにもお礼言っとけ。一緒に探してくれたんだからな。あ、ありがとう、ふるさとさん。いつもはいじめてごめん。うん、気にしないで。こんなんじゃ許さねえかんな。わかってんだろうな、エイコ。それにしてもお前、こんな遅くまで何してたんだ。実は、友達と肝試ししようってことになって。だけど、途中で怖がって、その友達、私を置いて帰っちゃって。ビーコか？私も帰ろうとしたんだけど、変な化け物に追われて、ここに隠れてたの。まったく、母さんすごく心配してたぞ。とにかく私たちは脱出方法を探すから、お前はここでもうしばらく隠れてろ。いやでも扉壊しちゃったでしょ。隠れられなくない？私たちが隠す手段をなくしたぞ。よし、行くぞ、千歳。はい。いや、この子死ぬでしょ。頑張ってね、ふるさとさん。もう、こいつはな、制裁を受けてもいいやつだとは思うからな。でもな、あかねさんに悪いしな。なんだ？誰かいるのか？あ、ごめん、私が喋ってて声聞こえなかった。この声、夕方公園で聞いた。なんか鼻で笑ってきたやつ？なに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 、うるるるって。あれ、私、確か。ああ、潰された。うそーん、そんなの予想もできなかったし。あ、ほんとだ、笑ってたね。待って、左から来るでしょ。で、右側はなぜか椅子で塞がれたんで。そんなバカな。なんかさ、声的にさ、コバトちゃんの声に聞こえるよね。もうこの音めっちゃ怖いけど。ピッケルで扉壊す音。あれ、やらせてんの小畑ちゃんなのかな？学校にも行こうって言ってたし。何考えてんだろうな。味方ではないのかな？でも家にいた時は助けてくれたけどね。ちょっと水筒で、ここでセーブしとこう。で、あいつ来るよな。で、こっち来る。めっちゃむずいんだけど。うおー、どこ行きゃいいんだ、どこ行きゃいいんだ、外。どこ行きゃいいの、あれ。トイレも塞がれてる、トイレも塞がれてる、2階も行けない、どこ行きゃいいの、どこ行きゃいいの、ドボーン。いや、これ、気づいたんだけど、編集してて気づいたんだけど、右上に、タイマーがあるな。だから、この時間、逃げ切ればいいんでしょ？あー、やばい！いやー、でもむずいな。でも、そういうことだよね。タイムリミットがあるから、逃げ切ればいいんだ。約25秒。これさ、だから、ギリギリまで、うわ、ギリギリまで待って、あー！近い。待って、そう。こうやって回ってもらえば、おーし！あの大きい人、消えた？
あいつだよ。私を襲ったやつ。あいつか。今の大きい人が、あかねさんを。人じゃないけどね、あれはもう。コバトちゃん、大丈夫かな？そんなに心配そうな顔して。よっぽど長い付き合いなんだな。え？知り合ったのはついさっきですよ。な、ついさっきってマジかよ。でも付き合いは短くても、コバトちゃんは大切な友達です。そっか。じゃあ早く見つけてやらないとな。はい。あー、いい子。千歳ちゃんめっちゃいい子。うわー。よかった、なんとか終わった。で、あ、こいつはまだ応援してるだけか。おとなしくしてろよ、そこで。千歳ちゃんと茜さんが頑張ってくるからな。じゃあどこに行けばいいかな。あいつが出てきたのはなんでなんだろう。日本人形、まだいるよな。別に連れてくわけでもないのか。ピッケルはもう使っちゃったから、ないんだね。あ、あかねさんでもさ、連れてるから、なんか、難しそうな資料とかさ、資料じゃないよ。難しそうな本とかも読めんのかな？ちょっと図書室行ってみよう。おい、なんか、虫みたいなのが走ってったぞ。虫じゃないのかな？虫並みの速さで駆け抜けてったけど。お、どうした？そういや、お前、うちの妹とは仲良かったのか？いやー、それは聞かないでほしいな。どうしてですか？いや、姉としては、妹が誰と仲いいのか気になるだろう。そっか、そうですよね。妹さんとは、仲のいい友達ですよ。いやーもう、なんか、泣きそうになるんだけど、私が。嘘ついてるだろ。あかねさーん。なんで？お前な、普通友達に妹さんなんて言うか。あ。よし。お前、これからは私に敬語使うの禁止な。意味がよくわからないんですが。かしこまってたら、誰とも友達になんかなれないだろ。あかねさーん！妹もそうだし、もちろん、私ともな。あかねさーん！あかねさん。私なんかと、友達になってくれるんですか？もちろんだ。さあ、行こうぜ。のんびりしてる暇はないからな。うわぁ！泣いちゃうよ、こんなん。まだ大丈夫。まだ大丈夫だよ。私はまだ大丈夫だからな。もうやっぱいる。なんかいる。ちょっと、今回ここまでにします。すごいいい話で終わろうな。さっき見たやつは見なかったことにしような。ね。次回もあかねさんと一緒に頑張ります。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。